ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を光り輝く高齢者にするために情報を配信しているところであります。今日は2024年3月の21日木曜日です。今日も3冊シリーズをお送りしております。その第2弾であります。第2弾は90歳何がめでたいというね、佐藤愛子さんの本からお送りしたいと思います。これまでは、込み上げる憤怒の孤独とかですね、前回が来るか日本人総アホ時代というすごいテーマでお送りしました。そして今日は老いの夢に入っていきたいと思います。老いの夢、いつ頃からのことか思い出せないが、私がテレビを見ていると娘がやってきて苦々しい顔で言うようになった。なんでこんな大音量にするの？普通の音量でも聞こえないということはないのだが、なんとなくしっくりこない。じっくり落ち着いた気持ちで聞こうとすると音量を大きくしたくなるのだ。思えばあれが始まりだった。そのうちテレビの若い女性のおしゃべりが聞き取りにくなってきた。何を言っているのか身を乗り出して一心に集中しないとさっぱりわからない。小鳥のさえずりか小川のせせらぎのように耳を通り過ぎていく。これは若い女性のタレントがアナウンサーのように発音、滑舌の修練を積んでいないためだろうと思った。NHK にはこういうさえずり派はいない。舞台を踏んだ女優さんにもいないのはそれなりの修練を積んでいるからだろう。当節は玄人よりも素人がもてはやされ、努力や能力よりも器量とかおっぱいとかバカなことを平気で言う度胸とかに重きが置かれるようになっている。そもそもテレビの使命は伝達にある。その基本を無視する制作者がけしからんなどと一人演説を始めるが、無論誰も聞いてやしない。そのうち男性タレントや若手俳優でもセリフが聞き取れないことが増えてきた。声が腹から出ていないからこういうことになる。男ならもっとハキハキしろと毒づいたりしているうちに気がついた。これはどうやら私の耳に問題があるのではないか。そう思うになってお医者さんへ行くとあっさり言われた。20代の人の半分しか聞こえていませんな。聞こえないということまでまず困るのは、聞こえないということでまず困るのは、他人には、かっこ見た目には、それがわからないということだ。目の悪い人の目にはすぐわかる。足が不自由なのもわかる。鼻が詰まるのもわかる。耳の場合は何回も聞き返すことや、呼びかけても知らん顔をしていることで、やっとわかってもらえる。という手間のかかるもので、そうかと言って当人にしてみれば、あまりに繰り返し、ええと聞き返すのは面倒くさくもあるし、気が引ける。かといって私、耳が聞こえませんのでよろしくお願いしますよ、などと挨拶するのも仰々しい。仕方なく分かったふりをしてうなずいたり、笑ったり、かっこ相手が笑い顔になるのを見て、かっこ神妙な顔を作ったりするのだが、相手が質問をしているのにニコニコして、うなずくだけで何も言わないで済ましているといったことも多分あるのだろうと反省するが、だからと言ってどうにもならないのである。なかなか耳のことはちょっと経験がありませんので分かりにくいですが、そういうことなんですね。聞こえにくくなった耳はもう戻らない。戻らない。聞こえなくなった耳はもう戻らない。それは病気ではなく老化だからだ。階段を降りているとき、突然、右膝から力が抜けて、へなへなと崩れ落ちたことがある。それも、不注意ゆえではなく、老化ですとお医者さんに言われた。気をつけてくださいよ、と言われるが、何の予兆もなく、勝手に力が抜けるのだから、気のつけようがない。
背中のあちこちにむやみにかゆいところが増えて、かくにも手が届かず、それもベッドに入って、体が温まってくるとかゆくなるものだから、2階の娘を起こして、まで書いてもらうのも面倒で、孫の手を片手に枕につくというありさま。それも老人性失神だそうだ。老人性ということは、根治しないということである。つまり医師や薬に頼っても無駄だということだ。重ねてきた歳月は二度と戻らないように、歳月とともに傷んだ肉体ももはや戻りはしないのだ。そう思いながら私はお医者さんの待合室に座っている。一つの苦痛をなだめれば次が来る。一度なだめた苦痛が再びむっくり頭をもたげたりする。お医者さんはもはや老化ですなとは言わない。言わなくても分かっているだろう。そういう心境なのだろう。それを察してこちらから、かっこ半分はやけくそで、老化ですね。だから治らないんですね。と言うと、わっはっはーとお医者さんは笑う。私も笑う。あなたはいつも気持ちが明るい人だからいいですな。あっはっはーとまた笑う。この笑いにこもる言うに言えぬ悲哀を誰が知る。今は死への序曲なのである。若者は夢と未来に向かって前進する。老人の前進は死に向かう。同い年の友達との無駄話の中で、我々の夢は何だっただろうということになった。私の夢はね、ぽっくり死ぬことと友人は言った。ぽっくり死が夢？なるほどね。と言ってから、けれどはと私は言った。あんたは高血圧の薬とか、血をサラサラにする薬とか、コレステロールを下げる薬とか、いっぱい飲んでるけど、それとぽっくり死とは矛盾するんじゃないの？すると、憤然として彼女は言った。あんた、悪い癖よ。いつもそうやって私の夢を潰す。彼女にとってぽっくり死はあくまで夢なのだった。そうか。そうだった。夢なのだ。彼女は10代の頃、アメリカの映画スター、クラーク・ゲーブルと熱い接吻をする、交わすのが夢だった。ぽっくり死は言うならば、クラーク・ゲーブルとのキスなのだ。現実にはつかめないことは分かっていての夢である。ごめん、と私は素直に謝った。私たちの夢はとうとうここまで来てしまったのだと思いつつ。今日は、老いの夢というね、老いの夢、いや、夢は、お描くと老いをぶっ飛ばす夢を描きたいじゃありませんかね。まあ今日はいろんな佐藤愛子さんの経験談を聞かせていただきました。佐藤愛子さん、ありがとうございます。ごきげんよう。